か俺クマ倒したいなとかよく言ってるやん、うん、実際どうなのと思って、うん、ぶっちゃけいけるでいけるでしょ、実際で終わりでしょとかよく言ってるじゃん、なんかけど、まあ、実際のところだとビビって逃げるんじゃないかなっていうのが、こんなガチのでかいの来た時にほんまに遠目で見たら本物やみたいな。これ雷神出れますよ。うわ、危ない危ない。はい、ということで今回は日本最悪の獣害として名高い三毛別ヒグマ事件の跡地の方にですねやってまいりました。まあこれ本当に凄惨な事件でして、今から100年ちょい前くらいになるんですけど、あの北海道の民家にねヒグマが突撃してきて、もうあの家の壁とかを突き破って入ってきて、で家の中にいたね女性とかその妊婦さんとかあの子供とかをこう食い散らかしたっていう、本当に結構ね悲惨な事件でして、まああのちょっと詳細が気になる方はぜひウィキペディアの方でも見ていただければと思うんですが、こんな感じでね当時の事件が起きてしまった場所が忠実に、再現されております。こうやってね中に入って見ることもできます。でこの跡地の場所がね結構アクセスが悪くて、なんか主要道路から外れたところの行き止まりの一本道をずっとね進んでって20キロ近く山を登り続けてねようやく到着できるんですけど、最後の何キロかの区間は電波も繋がらなくて道路もね舗装されてないこんな感じの砂利道になってて、だいぶね行くのが困難でした。周りにねヒグマ出没注意の看板とかも立ててあって、まあさすがにこういうとこだったらクマも出るよなと思いましたね。でまあ冒頭の部分でも伝わってると思うんですけど、もうクマがねめちゃくちゃでかいんですよ。これ実寸大かは分かんないんですけど、ほんとめちゃくちゃでかくて、もうね家突き破ってくるくらいですから、もう困難に襲われたらもう死ねる自信しかないですよね。もうオブジェだって分かっててもね、もう退治するとねちょっとね震えますね。本当にこんな感じでね、もうほんと手も立派でねね、こうごつくなっててすごいですよね。いやこんなんがねもうなんかいると思うとなんか本当怖くて住めないですよね、山の中とか。だから当時のねなんかトンデン兵の人とか開拓してた人は本当すごかったんだなと思い知らされました。でここねクマ以上に蜂がめちゃくちゃ多くて、スズメバチがねめっちゃいるんですよ。なんでもし行かれるって方はぜひちょっと蜂の方に注意していただければと思います。じゃあここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。失礼いたします。